第9レース1着湯川浩司選手です。お疲れ様でした。新ペラになって間に合いました？間に合ってないです。間に合ってない、はいはい、ではレース振り返っていきます。インからスタテンもかなり早いの言ってましたけども、はい、結構風はまだ吹いてますよね。まあもう早いの分かってたけどね、はい、もう白川まで行きました。行きました、はい、ゼロ台、はいはい、その後はもうスリットが出てこられる感じなかったですかね。そうですね、はい、さあ気前の形になります。結構風のある水面でどうでした乗り味は？ここもうなんかよう分からんですね。プロペラも変わってるし、はい、もともと足はまずまずのところに来てたんですよね。そうですね、前輪からすればだいぶ上積みできて、はい、それなりにチャンスのある足かなと思ってたんですけどね。ですよね、はい、で前半接触があって急遽プロペラ変わって、はい、モーターの方は大丈夫だったんですかね？いや知らないです。もう見る暇がなかったですもんね、はい、じゃあもうプロペラも急遽叩いていった感じ？うん、そうですね、ほぼ叩けてもないですけど。あ、もうそれもなかったんですね、はい、そんな中での一着になりましたが、どうでしょう、今先頭走ってて何か感じたことありました？いやもうあんだけ後ろ競ってたんで、はい、安心して一着走れました。あ、はい、そうなんですね、はい、ぶっちぎりになりましたけれども、まあ、5.67、まあ、相手待ちという状況には今なりましたけれども、どうでしょう、あとはじゃあもうプロペラをまずやることですよね、時間をつけて。いやいやもう、はい、それなりに行ってたんで。あ、もうこのまま行こうかなと思ってます。そうですか、はい、はい、じゃあ大きくは調整できなかったけれども、その割には乗ってて。そうですね、そこまで悪くはなかったんですね、はいはい、期待に応える一着になりました。ファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日からもまた頑張ります。はい、では最後カメラサインをお願いいたします。はい、はい、9レース勝ちましたのは1号艇湯川浩司選手、逃げ切りましたね。ありがとうございました。ちょっとね、微妙な気持ちで